獣係。聞いてください。なんか髪の毛おかしい。伝えたくて届けたくてあの日の君へ、いつの日かのさよならさえも胸にしまって。えい、秋澤ちゃん知ってるこれ。生き物係の春歌をお届けしました。ロコピこれめっちゃ好きなんよ、この歌。